家からすぐ送って、車で送って帰ってきて、なかなか寝れへんくて、寝たの5時な。やっと寝れたと思って YouTube 見て、で起こされてね、起こされて、しまいにはみつんちにいるとか戻ってるとか、濡れ衣着せられて、で女の子とやったとかやってないとかどうでもよくない。何をしてんの、どうでもよない。ほんでミッツと一緒にいるとかないから、なんなら今みっちゃんと、なんつうかな、今 LINE してる、赤ちゃんどうするのっていう。あなたに関係ないみたいな感じよ今。下ろすかどうかも分かんない。すごいわ、怒ってるわ。戻るわけないやろ。すごいよ巻物が。でお金はいらないって言ってる、一応大雑把に言ったら。すごいで、もう、巻物これ巻物、それ要約すると、それ配信者さんに相談したこと後悔した、と俺と付き合ったこと後悔した、子供は下ろすのか聞くのがもう失礼だと、僕が教えないと、お前には関係ないと、でお金はいらんから、もう二度と、気持ちもないから、あなたに連絡してこないでっていうのがみっちゃんの思い。なんか聞けないよね。どうしたらいいんだろうね。寝てね、寝起き、起こされたのバカリストに、ぶん殴ってやりてえマジで。バカリスト、てめえいいかげんしろよ、てめえ寝てたんだわ、てめえやっと寝れたんだ5時に、アホだろお前、バカじゃねえのお前、いいかげんしろよお前。何が神戸に行ってるで、エアコンの音だわ。ザー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 言ってるとか、エアコンの下に寝てたんだ、そこで寝てたの。エアコンがあるんだわ上に。アホちゃうマジで、ピンポンしに来いよ。アホなのは、でエッチもしてません、すぐ返した、高速道路の領収書あります、みっちゃんの ETC 使ってない、西畑いかがでした、言ってますわてめえ、焼き入れるぞてめえ、で調子乗りやがって、領収書あるよちゃんと、行きと帰りの領収書全部ある、全部ある、全部2時、送った、家まで、京都まで送った。高えの、なんかめっちゃ高え、 料金所めっちゃ通った、意味わからん、400円だ、890円だ、1100円だ、何回通らせんのこれ、京都 ETC 使ってない、めっちゃ金かかった、なんか400円とか
890円とか1100円とか意味がわからん。な、3回ぐらい通ったかな。うん、ホテル行ってないっつってんの。どこからですか。うん、あらちゃん、あらちゃんです。うん、散々引っかき回して寝るってバカじゃねえのあいつ。ほんまムカつくわ、バカリスト。バカやね、ホテル行ってねえっつうの。バカ、パンパンだよ、パンパン。俺あのね、なんならデリヘルまで探してたから俺。デリヘル探してました。ええ、24時間やってるあのデリヘル探してました。パンパンで24時間やってるデリヘルないかなと思って、パンパンすぎて。うん、探してた。やってないからパンパン。女といるとかさ、蜜といるとかさ、今別れ話してるわ。ちゃんと俺ちゃんとしたいんだけど、蜜がもう関わりたくないとか、赤ちゃんの話はもうしない。うん、私の勝手だって言ってる。うん、ほんでミツが言ってたこれ、俺なんかミツが誰かから聞いたんだろうね。過去に俺中絶させて半身不随にした女がいるらしい。絶対ないんだけど。だ、誰？ポンパいるでしょ。みっちゃんにポンプ入れてるバカがいるわ。誰？もうそんなことしてないよ。うん、誰？いた？妊娠させてなんつったっけな、自殺未遂して半身不随になったんだって。誰？バスさんわかる？いないよね。わかんなくない？誰？誰か言ったべ。川崎のママはエッチしてないです。誰よ？猫髪？会ったことない。半身不随いないっすよね、みたいな。それ過去にいた？妊娠させて自殺未遂までして半身不随なんだって今。ポンプ入れてるわ、これを信じちゃってるミツが。まあいいんだけどさ、ミッちゃんにもどう思われても。うん、中絶させた人配信始まってでしょ。白？あ、いや、やってない、やってない。白はやってない俺。神奈川のね。赤もやってない。いないよね、聞いたことないよね。251さん、医療ミス。政治が中絶した女、医療ミスね。いや違うでしょ。だからあれよ、勘違いしないで。医療ミスじゃなくて、病んでその女の子がね、で自殺未遂。なんか知ってるの251号さん。ミツが言ってるのはそういうことよ。うん、降ろさせたことあるやろって、嘘ついてたけど。
俺聞いたんだよ、赤ちゃんどうすんのって聞いたらさ、産もうがまだ関係ない、認知も抑止ももうもらうわけでもない、なんでもない、おろさしたことあるやろ、嘘ついてたけど、その子自殺未遂して半身不随になってて、誰がって知らん、なあもうわけわかんねえ、もう笑っちゃうよね、もう嘘ばっかいらんねえ、マジで知らんさ俺。いや、ミツは周りの話を信じる、全部知らんがな、俺知らんねん、知らんねん、うん、で、産もうが産まないが関係ない、認知も養育費ももらうわけでも何でもないって言ってるってことは、つまり僕はもうノータッチでいいってこと、僕は中絶はあるけど僕は どうしたらいい、何もしなくていい、お金はいらないって、ノータッチ、ノーマネーでフィニッシュでいいの、認知しなくていいってことでしょ、書面でもらっとけこれ保存しとこう、一筆書いてもらった方がいいの、書いてくれるかな、 LINE 残しとる、うわ怖いな、産まないよねって聞いてたらさ気持ち悪いって言われた、なんでいきなり聞いてくんのそんなん、関係なくないお前にみたいな、関係あるよな、関係あるよな気持ち悪いってやった、うん、書面じゃないとダメなの、どうしたらいい、関係ありまくりだよな、なんだろう、これをなんか縦にしてさ、なんかやってない、縦にしてない、なんかこれを妊娠したことをさ、うん、書面で書いてもらう、認知しないイコール養育費不要、認証してると思う、誰なんよこれ、中絶させて半身不随にさしたって誰、密にこの情報を入れたやつ誰、ひどない、うん、いやだから医療ミスではない、密曰く中絶させたことで病んで自殺未遂して半身不随、これ泉じゃないの、泉ちゃんじゃないの、機長さんのところのリスナーの違う、ごっちゃになってないこれ、この配信始めてから中絶させたことないんだよね、三つ以外、浮いたんじゃん、浮いたもん違うもんな、うん中絶させたことないんだよ、まずないっすよね、僕ね中絶させてないよね、うん、うん、半身不随前出てきた、ないんだよ、だ誰が言ったか教えてくれないんだよ、うん、鉄さん半身不随違うでしょ、俺鉄さんかと思ったよ、話題になってるよな、配信タイガース分かんない、
泣いちゃった、意味わかんない、 なんで泣いちゃったの。395号さんどうしたの、なんで泣いちゃったの、なんで泣いちゃったの。一人泣いちゃってる人いる、なんで泣きたいのこっちだよ、なんで泣いちゃってんの、泣いちゃった、どうした。裸足の弦とか見ながら見てる、蛍の墓とか見てる、なんで泣いてんの、二窓してる、節子ってなってる。俺が泣いてる見えた、寝起きなんだよ、うん、感情豊かすぎるマジで柴田、うん、みっちゃんがかわいそすぎて泣いちゃった NG です、もう来なくていいです、うん、来なくていい、来ないで、うん、NG です、気持ち悪、気持ち悪、来ないで、バカじゃねえの、柴田確定じゃん、気持ち悪、バカじゃねえの、アホやろ、うん、確定柴田気持ち悪すぎるよ、いやこの三つの子供を下ろす下ろさない問題ね、これがはっきりしないと彼女できないでしょね、濁されてんのよ、普通下ろすよね、普通あの女性だったらさ、もうこんな別れ方してね、このネットで炎上してさ、ひどい女レッテル貼られてさ、嘘つきのね、どうする、産む、こんな別れ方して産まなくない、普通、普通産む、産まないっしょ、下ろすでしょ、普通いらなくない、産めないっしょではっきり言わないよ、下ろすとか教えないっていう、お金も認知もいらないからもう関わりたくないって言うのよ、それだけなの、意味がわかんない、怖くない、うん、これがはっきりしないと、はっきりさせないのが蜜のやり方次の女の子をいけなくさせるための作戦なんじゃないかなって思わない、次の彼女がさ、ねえ赤ちゃんどうなったのってなるやん、わざとなんじゃないって思う、俺は次に進めなくさせるために、思わない、苦しめるために、絶対そうじゃない、絶対それダメ、うん、だから僕とミツの関係今そんな感じなんで、あの神戸に戻ってるとかまずないんで、あのイキリストさんやめてもらっていいですか、その憶測で、うん、ミツと俺のなんとかなんとかでタイトルしてたけど、やめてもろていいです、で女の子も昨日のうちに返してるんで、ワンちゃん飼ってるから帰りたいって言ったんで返したんで、全然違うからね、うん、頭くるよ、あそこのリスナーさんも今頃神戸じゃない、うん、考察してたけどさ全然外れてるから、大丈夫そう、やめてもらっていいっす、うん、ミツとセイジの真相って、イカれてんじゃない、うん、やばくないマジで
の密度はもうないですよ、うん、そうワンちゃんいるから入りたい。やめてもらっていいですか西畑さん。嘘だ、なんか考察するの根も葉もないことを、うん、話を広げてさ、うん、西畑さんやめてもらっていい。 Z かやべえなとかさ、やめてもらっていいですよ。でね、デリヘル探してたって24時間やってるとこ昨日送って帰ってきてからデリヘルねえかなと呼んじゃおうかなと半端なんだよ、うん、いい子いたの？いなかった。なんか9000円とかでギャルばっかりのとことかあったんですけど、9000円でなんかそのねデリヘルのお店のそのタイトルもなんか怪しいんですよね。なんか本番ありみたいなことを匂わせるようなお店の名前だったり、生でなんとかとか、本当かなと思って、うん、激安店24時間そういうとこしかないんですよ。探したら8000円とか9000円で即尺なんとかとか、うん、ギャルのなんか写真が貼ってあるんですけど、怖っと思って呼べなかった、うん、普通はまあ2万とか3万とかするでしょ。8000円とか9000円でしょデリで。で18歳19歳20歳若い子いますって書いてある怖いじゃん。いや自分でしようと思ってちょっといじくり回したんだけど立たなかった。なんか虚しくなっちゃった。一人で遊ぼうと思って自分の息子をね奮い立たせたんだけど、なんかシュンってなっちゃった。何してんだろうと思って。おかずないです一人遊びはだいぶしてないんで、うん、タワマンって ED になりやすいって聞いたけどね、高層階にいると勃起力の低下、本当なのかな。地上よりさ高いところにずっといるとなんか勃起力が弱くなる、うん、ココラスコラです。あのんちゃんです。あのんちゃんの目分かった。うわのんちゃんめちゃくちゃ可愛いやんか。のんちゃん可愛い。サムネ変わってる、うん、どうなった年書書いてもらう。もういいんじゃない、ほっといて。いいでしょ。書いてくんないんじゃねえ。書いてくんない。気持ち悪いと言われるんじゃないの。まだほっといたらいいんじゃないの。もういらねえっつってんだからえほったらかしで知らねえよりいいんじゃない。だって年少ってだってその書き方とかあるんでしょ。ちゃんと本名とか書かないといけないんでしょ。書かない、書くわけねえよ。絶対書かねえよ、うん、もういいよ、ほったらかしで。内容残したけどいいよね。物書かれたくねえよ。もう
めんどくせえよ、もう頭下げたくねえよこいつに。悪いんだけどさ、年賞ちょっと書いてもらっていい？うん、頭下げたくねえこいつに、めんどくさくて。内容証明だけで。いいよね、さっきも取っとく。会社の準備しまだだ、まだ、うん、だから神戸行かないと思うから、会社の住所変更しないと。マネージャーいるな、マネージャーが車のナンバーと税理士も大阪で探して。マネージャーいる、誰かいねえから。後から言われるのかな、これ。政治中絶させて自殺未遂までさせて半身不随にしたらしいとか言われるのかな、これ。誰ポンプ入れたやつ、いないんだけど。誰、密にポンプしたべ、誰か。誰、ミツも言わないんだよ、誰から聞いたとか。でその女が誰なのか知らんっつってこれやめてね、これ、うん、してないから、うん、自演こんなんしてない、これひどすぎない？どんなストーリー作ってんのこれ。うん、信じてんだよ、ミツが。信じるって言うんだよ、こっちを。俺してないって言ってんの、こっちを信じるって。せいちゃんひどってなってる。ひどいね。文春だよ、文春法、何のソースもない。うん、誰よ。もっと早く出てるでしょ。で本人が出てきて誰かね、垂れ込んでるでしょ、配信者に。心不随だった、自殺未遂、飛び降りかなんかかな。うん、証拠も何もないの、信じてんの勝手に。せいちゃんって嘘つきやねみたいになってる。いつそんなこと知らなかった、そんなことしてたの。ひどいね、やっぱせいちゃん。別れてよかったわ言われてんだよ。うん、せいちゃんと関わったこと、付き合ったこと後悔してるって。で配信者にも相談したこと後悔してるって言われてました。リリーさんとイキリストさん後悔してるって、うん、自分から相談乗っといて後悔してるって今日来たライン、うん、言ってるよ。最初はね、そのリリーさんに返せばいいですかってお願いしてたらしいわ。うん、相談してたら、せいちゃんからもらったね、その400万
お金とかね、返さなくていいって言ったらしい、リリーさんが。そんなもらっとき、うん、言ってたよ、みっちゃんが。リリーさんには返さなくていいって言われたって、うん、言ったの。ういたんにもあんなひどいことしてきたんだから、そんなもらっときみっちゃんって言ってないの言ってない。だからそれは操作ないと思う、電話だから。電話じゃないのこれ、電話してない。電話したでしょ、だからないんじゃない、証拠が。もうやめときみっちゃん、解散でよ、もらっときや、うん、リリーさんは悪者になってる。私は返そうかって言ったけど、リリーさんは返さなくていいって言ったもらっとき、いいせえリリーさん、てかもらってんの、もらってる。返す気ないのに言ってるって思ったけどな。ああな、ああな、返せばいいってそれを言われたんだ。実際返す気ないのにこの子もまあそんなことよう言うわって思って聞いてたんだ。で返さなくていいんじゃないって言ったんだ。返さなくていいって言ったんじゃないの。うん、LINE 残ってる。 LINE してた。返したらって言えばよかった。そしたら俺400万返ってきたの。ママのせいだ。でママに400万もらおう。ママのせいだ、400万なくなった。ママ400万返して。返せよ、ママのせいじゃん。なくなったやんか400万。返したらって言ってくれたらさ、返ってきたの。返して悲劇のヒロインだよな、完全にみっちゃんな。金でもあるのかっていうぐらいガツガツして、確かにすごいよな、すぐ人のせいに、うん、あ、皆さんこれ一旦ちょっと CM 入ります。あの無料アイテム、イベントアイテムいいですか、ちょっと。うん、無料アイテムいいですか。2位になっちゃってるから無料アイテムお願いします。あ、ありやす、無料お願いします。何ポイントさこれ、抜かれちゃってるこれ。あ、4万5000ポイントいいですか、すいません。4万5000、ちょっと縮めないといけないこれ。うん、巻き返そう。ちょっとで僕みっちゃんとかもいないし、女の子とパコってもないからね、変な噂広めないでください。イキリストさんやめてくださいね。うん、Z 界どうなってんのとか、うん、やめて、何もしてないから俺ね。ヘイト向けないで、うん、正々堂々とやりましょうよ、イベントなんだからね。西畑さん、やめてくださいよ、うちに勝手に火つけんの。ネタがないからって、うん、やめてください。ちょっと神戸にいるとかさ、女の子の家にいるとか、リスナーですとかやめてくださいよ。 Z 界どうなってるとかね、正々堂々とやればいいじゃないですか。
ト中にヘイト向けるとかどうなってんの。女の子送ったよちゃんと、うん、頼むで。ねえ、初めて会ってすぐはエッチできないって言われたよ。あと4万できないって。で送ってさ、家の中は上がってもいいかなと思ったけど、帰ったよ。ちょっとお邪魔しようかなと思ったけど、家の前まで送ってさ、うん、で俺がちょっとねえゆっくりさせたかった。家呼んだの。だって初日はねダメでしょ。女の子も嫌だって。あって初日はちょっとエッチはちょっと好きですけどあ、そうか、うん、お姉ちゃん見てるし、うん、僕はやる気満々でした。すいません、エッチしたかった。パンパンのまま帰ってきたよ。うん。ミツツイートして、なんてツイートした？なんてツイートした？送って誰か。ほんまなんかもう負けず嫌いというか、言われっぱなしだと嫌なんだろうな。見てんじゃない？監視中。ミツ監視中。高いで、怖いで。なんでツイートしてんの？配信見れるんだよ、あのチクランとかで。送って誰か。怖いで。浮いたあっさりしてたな、うん、よかった。スネークがスネークが落ちた。あ、来た。子供を下ろさせてはお金で揉み消したって本当？手出しては密に行ったり暴露とかしたら配信でさらす、ネタにするからなって脅してたって本当？何人おんの？だから暴露ないの？配信者って立場利用してむちゃくちゃやん。本当の時は焦って自分からネタにするとかすると思うからどうだろうな。どういうこと？子供を下ろさせてお金で揉み消した。お金出してません下ろしてません。うん、手出しては密に言ったり、手出しては密に言ったり暴露とかしたら配信で晒す、ネタにするからなって脅してたの俺が、その女の子を、うん、文章下手すぎん。文章が下手すぎる。マジで中卒マジわかんねえわこれ。何人おんの？だから暴露ないの？配信者立場利用してむちゃくちゃやん。本当の時は焦って自分からネタにすると思うからどうだろうな。もう中卒これだからやらんだよ。もうバカじゃん。意味わからん。頭悪すぎるわ。もう通訳いるって誰か、ちょっと意味わかんない。これどういうこと？なんかだから僕がもみ消してるんでしょ、お金渡して半身不随にしちゃった女の子がいて、もみ消してお金渡して、でなんかお前ガチャガチャだったらお前こっちでネタにしたがんなって脅してるってことでしょ。まずないんだけど、誰いないんだけど。
いないよ。ポンパいるでしょ、こんなが絶対。もうやばいわ、ポンパ信じちゃってるわ、ミツが。それを拡散しちゃってるで、ツイートして拡散しようとしてるよ、この嘘の情報。やばくない、こいつ。鍵垢だけど名誉毀損じゃない、普通に。やばくない、これ。いけるの、名誉毀損。普通に名誉毀損でしょ、これ。訴えるか、これ。え、何これ、やばいっしょ。ミツってどこまでやばい女なんだよ。弁護士呼ぶか、ミツさん。あんたやばいで。どうしたん、狂ってね。もう味方いないんだろうな、ミツさん。あなた、うん、お金に狂ってるわ。堂々としてればいい、俺は。だって何もしてないもん、うん、俺堂々とこじってればいいですか、イベント中だし。何もしてないもん、そんな中絶させてさ、半身不随になったとか。相手にするからツイートするやん。あ、もういい、三つの話は。もう見てるんだろうな、うん、もう無視でいいっす。でイギリスともはさ、ネタにするやん、こいつ数字取れるからって。三つと政治の真相とか、もうやめてもらいたい、これ。三つが反応してこうやってまたやるやん、ぐちゃぐちゃになるやん。もうイキリストリスナーさん、ちょっとどうにかしてくれん。焚きつけてくるやん。もうほっといてくれよ、もう。うん。やめてくれんか、マジで。うん。頼むで、この話も。下ろすか下ろさないか分からないと。教えないって、俺には。だから僕は普通にもう彼女作っていいんだよね。認知しない。彼女作っていいんだよね。いいんでしょ、普通に。別れてるし。言ってくるんだもん、柴田が。赤ちゃんのことちゃんとしてからにしなさいとかさ、言ってくるんだよ、柴田が。どうしようもないもんね、別れて。言ってくるバカいたよね、赤ちゃんのことがどうのこうの。もうどうしようもないじゃん、これ。うん、昨日いたよね、ちゃんとしてからにしなさい、次の彼女作るの。うん、みっちゃんを悪く言わないであげて。 NG です、何もしてません。こういうやつがあれな、柴田なんだろうな、うん、こういうのがもう柴田なんだろうな、予備軍なんだろうな、うん、何も言ってない。アリーナ柴田いらんて、うん、切り取って言ってくるやろな、こうやってな。
出てこない配信阪神フズなんか病んで自殺未遂したんだって。で俺がお金渡して口塞いでんだって。で脅してもいるんだって。お前誰かに言ったらお前配信でネタにしちゃうだお前。そんなに絶対やってないんだけど。妊娠させて中絶、うん、ソースないんだよ。で信じちゃったよ、ミツが。でそれをツイートされてるの。証拠なしで信じちゃってんのよ。証拠あんのかな。松本人志完全に事実無根なので戦います。うん、いや病院のせいじゃない。だから中絶して中絶したのが原因で半身不随じゃなくて、間違ってる人いるわ。中絶して病んで自殺未遂して半身不随、多分飛び降りかなんかしたんじゃない。そんな人いないんだろうけど、ポンプがいっちゃってんのよ。うん、勘違いしないで。医療ミスとかじゃなくてミツが言ってんのよ。なんかリスナーさんから聞いたっつって、それを信じちゃってんのよ。うん、自殺未遂で追い込んだんだって俺が。架空の人物がいるの。いないね、そんな絶対いない。命かけていいよ、配信人生をかけてまでいいよ。これ本当だったら引退までするよ、本当だったらね。それぐらいマジでない。うん、ありえない。せいちゃんを追い詰めてね、多分ね、聞くと思ったんじゃない。あ、これ本当だかもしれないです。あいつだったらやりかねない。うん、これこれさんまで言ってほしいね、本当だったら。これこれさんが取り上げてほしい、これ本当に。うん、誰分かった、それ誰だよ、誰よ、いるそんなやつ。しかも俺お金渡してんだよ、ケチなのに。ミツの時にも半分しか払ってないんだよ、中絶一回させたじゃん。俺が全額出してんだよお金。俺ネタにしてるで、そんな中絶させました、後で出てきても選んで中絶させました。うん、ケチなのに払うわけないじゃん。ネタになってるよね。とある配信者が中絶ソースなし。何がしたいんだろうね、あの子。これこれさんとこ行ってほしいね、ミツさんね。何がしたいんだろう、まあ、ヘイト向けたいんだろうね、俺に。うん、まあ、困らせたいんだろうね。お金も欲しいんだろうね。困らせてお金取りたいんだろうね、あの子ね。何がしたいの。うん、いろんな人に育ちまくってたんだよ。ラジコンされたってゼロワンに花火投げてた人もいたし。あ、金なんだろうな、とりあえず金が欲しいんだろうな。で新しい彼女ができて、本当はミツがもらう予定の金が流れるのが嫌なんだろうな。
いつのお金なのにみたいな。うん、女の子連れてきて焦ったのかな、どうなんだろう。玉川に流したいの俺を。嫉妬あるよね、憎しみ。配信したらいいのに、うん、スーツケース入らないか。入らない、でかすぎ。無料アイテム出てね、今来た人ね、無料アイテム。配信したらいいのね、ここまで追悼とかして攻撃したいんだったら。こんな追悼してる。完全に信じちゃってるでしょ。文章力だね、わかんないな、ほんとに。何言ってこれ。女と絡むと X ポストする。わかんないんだわ。頭悪いんだろうな、多分。何にもいないよ、アホなのマジで。だから高校だけは出なさいよって俺言われたのよ、親に。そういうことなんだわな、今分かったわ。高校だけは出ないと中学校で止まってるから学力が、うん、言われたじゃん俺たち親にさ、のぶちゃん高校だけは絶対出なきゃダメだよ、大人になってから苦労するよ、バカにされるよ、こうなっちゃう、言われたでしょ。言われるよね。うん、恥ずかしい。親も笑われちゃうしね、親も笑い物になっちゃうこれ。え、高校辞めちゃったな、みーちゃん高校辞めちゃった、あら最終学歴よ、じゃあ中卒になっちゃう、後ろ指刺されちゃう、ご近所で笑い物になっちゃう。うん、あらあそこんち高校辞めちゃったんだって、じゃあ働かなきゃダメだ。何すんのみんな、同級生一生懸命だって勉強して、夏はねクーラーもないのにこう汗びっしょりになってこうプリントねびちゃびちゃになってこう勉強したのにね、シャーペン走らして、うん、怠けてたんだよ。うん、怠け者扱いになっちゃうね、3年間ね義務教育終わったつ、高校はね義務教育じゃないから、うん、我慢ができない子になっちゃうんだよね、すぐ職場とかで喧嘩とかして頭きたってやめちゃうような人間になっちゃう。我慢ができなくなっちゃう、我慢のできない大人になっちゃう、自分が全部正しいっていう大人になっちゃう。だからダメなんですよね、うん、社会性がないんだよ、うん、ダメ、すぐ嫌なことが逃げちゃう。高校もね途中でやめちゃうぐらいの人は、おはようございます、どんつく。ゆゆゆゆあすこい。あ、ちいちゃりです。うん。社会の始まりね、入り口ね、方向っていうのはね、集団生活して、うん、社会人の一歩ね、まずね。
社会勉強だよ。あとはもうアルバイトもね、高校行きながらアルバイト。言われたもんね、高校でさ、入ってさ、アルバイトしてたんですよ、俺。地元のディスカウントストアの D マートってところでね、ダイエーグループの。その、北畑っていう上司にさ、言われた。佐久間くん、お前はいいよ。こうやってさ、社会勉強もできて、お金もらえて、で、社員食堂でタダ飯食えて、めちゃくちゃいい経験をしてるよ、佐久間くん。社会勉強だからね、これ。北畑さん、ありがとうございます。D マートの寝具担当だったんです、僕。寝具。布団とかね、枕とか、そういうのの専門でね、僕やってた。あと、文房具の品出しもやってて、シャーペンとかボールペンとか、エプロンつけてね、制服の上からさ、ネクタイしてさ、ワイシャツ着てさ、自分の高校のさ、キュッて締めてさ、で、ブレザーだけ脱いで、でエプロンした水色のエプロンしてさ、D マートって、三枝って書いて、で、レジやったの、レジ。で、お客さん来るじゃん。参考です。お客さん来たら、めんどくせえなと思って、中央レジへお回りくださいって出してさ、しれっとバックヤード隠れたりして、やべえ、お客さん絶対来るやん、なんか買い物かご持ってるやんの、中央レジへお回りくださいって、やだから。で、店に出てくるときバックヤードからこうやって一礼しなきゃいけない、いらっしゃいませ、これをやんないといけない、徹底してたの、そのお店。店長がたまたますれ違ったの、店長顔知らなかったから、こうやってやったの、いらっしゃいませ言わないの、ちょっと会釈して出てったの、それを店長見ててさ、あ、ちょっと来い、ちょっとね、アルバイト、もう来なくていいよ。え？あのさ、うちバックヤードから出てくるとき、ちゃんと挨拶してから出ないと。やってないんだよ、君。やってないっす。もう来なくていいから。挨拶できないでしょ。いいよ、もう来なくて。クビになっちゃった。北畑さん、すいません。お世話になりました。で、友達のお母さんがそこで働いてて、そのコネクションで入ったんだけど、そのお母さんも怒ってたんだ。佐久間くん挨拶しなかったの、店長見られちゃったの。まあいいわ。で、新聞配達やるようになって、 D マート辞めて、で、新聞配達してたら、こう交通事故にあって、朝ね、車にひかれちゃって、俺右左確認しないでさ、十字路出ちゃってバーンってひかれて、自分家のさ、同じ毎日新聞の人に引かれちゃったのよ。中野さんに引かれちゃって。朝4時ぐらいにさ。で、意識ないの。で、ノーヘルでさ。で、気づいたらもう病院なんて。頭打って。ノーヘルだったの。炭鉱部3つぐらいできてんのよ。だから3回アスファルトにバウンドしてんのよ。3個あったの、炭鉱部が。中野さん、なんで中野さんいるんですか？ごめん、俺が引いちゃったっつって。出てきたんだよ、いきなり佐久間君が俺の目の前に。そんなことあるんですか、中野さん。とりあえずヤングジャンプ買ってきてもらっていいですか、暇なんです。で、毎回ヤングジャンプ持ってきてくれてさ、ごめんなっつって。びっくり。それからだね、僕が頭の中が覚醒したの、バカが天才になった瞬間。どうしようもないバカだったんだけど、そっから頭の回転が多分人より速くなったんじゃないかな。中野さん、ありがとうございます。聞いてくれて。で、足粉砕骨折ですから。バキンって太い骨がさ、2本あるでしょ、足、すね。全部割れちゃってさ、こう折れちゃって。バキンと折れちゃって。左足。それでサムが出るようになったかもしれない。俺は天才だ！そっから。アミバになっちゃった。リアタツないでしょ。今日もしたいの、リアタツ。
嘘でしょ。リアトツありますか。リアトツリスナーさんいる。リアトツしたいの、うん、入院半年ぐらいでしょ、うん、で学校の先生も来てさ、お前大丈夫か、うん、マクドナルドを、ま、持ってきてくれた石井先生が、先生だ大丈夫か、気が大丈夫か、じゃマック食え、マック買ってきた、先生剣道部の先生、なんかもう喋り方が軍隊みたいな、こっち先生マクドナルド買ってきたぞ、めちゃくちゃ似てるって言われた、剣道部クセ強い、めっちゃクセ強い、今日は笹原と吉田は体育館小屋に大縄を持ってきてもらう、徳田部先生、これを体育の授業でこう言ってた、似てるでしょ、うん、体育の先生ね、すごい厳しかったよこの先生、横山やすしみたいな顔してる、うん、知らない、岩槻北陵石井先生、ああちょっと高田信彦入ってる、ちょっとジャージ着てる、水野のジャージ着てる、うん、横山やすしめっちゃ似てる、メガネしてさ、まあ、警察官にもいそうな顔してる、もう真面目な感じのすごい硬い人で、後でバイク乗ってたのバレてさ、うん、お前バイク乗ってたんだってな、うちの高校よ、バイクダメなはずの知ってるだろ、なんで乗ったんだよ、さくさ言ってみろ、バイクに乗って引かれたんだってな、今日からお前は自宅禁止になる、反省しろ、すいません、営業ライン見て、何が、この人から営業ライン来たの、久保健、何ライン来てないよ、無料アイテムもらっただけだろ、陰ながら応援してます、無理なく頑張ってください、久保健が営業ラインじゃないよ、配信中に、何が配信中に無料アイテムくれただけだろ、何が営業なの、陰ながら応援してます、無理なく頑張ってくださいって言われたんでしょ、 だから何なのお前、テルチャンピンからどうのこうのとか、お前すごいな、何よ、意味が分かんねえよ、自意識過剰すぎないか、何よ、狙われてる嬉しいってなったの、何、誰も狙ってないだろう、お前みたいな地雷、バカなのお前、営業じゃねえよ、自意識過剰、うん、お前ファンタスティックでお詫びしろよ、お前話を橋を折っただろう、なあもう話止めただろ、なあファンタスティックだろお前、
舐めてんのお前。イベント中だお前。舐めてるよお前。ファンタスティックだろお前これ。久保健にも謝れよお前。電話しとけよ。ありえないじゃん、2月13日まで泊まってるって。ありえなくない？カード会社電話しろよ。それか iTunes 買ってこいって。今すぐ、20万円分。買ってこいよ、お前。バカ。コンビニ行ってこいよ、お前。舐めとんか、お前。何枚って、だから20万円分だって。ねえ、何言ってんの、この人。買えるだけだよ。全部くださいって言えよ、お前、コンビニで。自分の推し活があるんで、iTunes カード買えるだけお願いします。この貯金でお願いします。貯金全額下ろしてよ。コンビニ行ってこいよ。食べてんのねえ、ひどいよこいつ。なんなんだよこいつ。クレカしょっちゅう止まるよね。なんなんだろう。4万に買ってこい。なんで止まるのお前。なんなんそのカード。普通止まる上限があんの。何なんだろうね。タイトル僕のこと。みっちゃんにヘイト向けられてます。こういう過去があったらしい。僕がお金を払って口止めしてるんだって。でなんか配信でネタにするぞと脅してるんだって。もし誰かにバラしたら、ひどい話だよね。根も葉もないことを。しつこいよ。誰やねんって感じ。昨日の子はちゃんと返したよ、お家に。緊張してたって。500万で止まってる？何が？何500万で止まってる？あ、支払い、2月の支払いが490万円。そんな投げた？そんな投げた？お前そんな使った？490万そんな使ったの？他でも投げてんな。どこに使ったんだろう。生活費もあんの。俺にそんな投げてねえよな。イキリストとリリーさん、旦那の年収より高いだろうな、多分ね。4、500万じゃね。支払いできんのかね。どうなんだ。支払えんのお前これ。
払えんの？4000万ぐらいあるかな、貯金。払えるの？払える？どうなんだろう。だから止まってんのか、これ。あ、不正利用かもで止まった。早く払っちゃいよ、これ。払わないからじゃないの、お前。キッチンめっちゃ小さかったよね。だから、あの、自分のさ、アパートとかにはお金使わないんじゃない？ 5 個ら使う。あ、ウルチャネス。5個。あれ、ロングじゃないこれ。ロングこれ。ウルチャネス。あ、ロングじゃんこれ。あ、ロング来たこれ。5個。ウルちゃん、ウルちゃん5個ラスコイ。来たー。パチコメお願いします。パチコメ。5個ラスコイ。ウルちゃん。5個ラスコイ。ウルチャネス。来たよ、5個ラスコイ。ウルチャネス。そりゃ5個来た。倍出て。倍出てほしい、倍。倍出て。無料もお願いしますね、無料も。あ、ごめん、少なくて5個おらす。うるちゃりやす。おーちゃんいらっしゃい。お久しぶりーふ。おーちゃん頼む、助けてくれ。 2.8 万。おーちゃん来た。おーちゃん頼む、甘えれんか。おーちゃんしかいない、もう。お久しぶり。おーちゃん。イベンツ。2.8 万さ。おーちゃんしか勝たんから、マジで。甘えていい、ちょっと。おーちゃん、5個。うるちゃん、うるちゃん来た。うるちゃん5個、5枚、うるちゃん。うるちゃん来た。おーちゃん、甘えれんか。うるちゃんと。うるちゃん。5個、うるちゃん。5個、うるちゃん。うるちゃん5個ラスコイ。おーちゃんも来た、おーちゃん来た、おーちゃんナイス。うるちゃん、おーちゃん、おーちゃんとうるちゃん、うるちゃん5個。うるちゃん、おーちゃん5個、10倍うるちゃん、カンペがラスコイ。来た、おーちゃん、さすがやで、マジで。うるちゃんも帰ってきた、また。来た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 。おーちゃん5個ラスコイ。おーちゃん、おーちゃん、おーイエス、うるちゃんラストオッケー。おーちゃん5個、2個、数字の方、2個、数字の方、数字の方、2個、おーイエス、2個、数字の方。そーりゃ、5個、おーちゃん、数字の方あります。5倍、5個、おーちゃん5個、5倍、おーちゃんナイス。さすがやね、おーちゃん頼りになるわ。来た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 。5個、おーちゃん、おーちゃん5個ラスト。おーちゃん1個です。50個、そりゃーにゃー、ナイス。5個、 M ちゃん、 M ちゃんナイス。5個、5個、おーちゃん、あるであるで、ナイスグレート。5個、おーちゃん、あるで、抜けるで。5個、のんちゃん、5個ナイス。のんちゃんナイス。もうちょっとやで、倍率が来れば。あと4300、3900、あと さあ来い、春香る5個ラスト。50個、にゃー、優しい。春変わる5個、5倍、にゃー、ナイス。グレート来た、これ。
優しい。五個、おーちゃん。おーちゃん五個。はるかる五個五枚。来たこれ。五個、おーちゃん。一来た。はるかる五個。一来たで。絶対負けへんよ。悪いけど。うん、5個10倍ナイス。ウルちゃんも来た。ウルちゃんも、ウルちゃん、ハルカール5個、ウルちゃんラスト5個5倍。おーちゃんナイスナイス。おーちゃんさすがやね、マジでマジさすがで、ナイスすぎる。5個ウルちゃん、ハルカール5個、ウルちゃん5個、ハルカール5個ラスト5個、ウルちゃん、ハルカル5個、5個5倍、ウルちゃんナイス、ナイス。ハルカル5個ラスト、ほんとにラスト5個、ウルちゃんナイス。10個、のんちゃん、荷物下ろしてこい。ハルカル、せんちゃん来たよ。ゴリちゃんナイス、5個いらっしゃい。ゴリちゃん来た。ウルちゃんナイスね。おーちゃん、ウルちゃんナイス。5個。ゴリちゃんナイス。5個。来たよ、エースが。ゴリちゃん。来たよ、ゴリちゃん。ナイス、5個。つながった、つながった。5個。ゴリちゃん。来たで。エースが来たで。5個。突き放す。ゴリちゃん。5個、ゴリちゃん、ナイスすぎる。無料もナイス。倍でね、5個下ろす。ゴリちゃんナイス。突き放したい。5個、ゴリちゃん、ラスト来い。5個、ジューちゃん、ジューちゃんいらっしゃい。ゴリちゃん、ジュウちゃん、無料もないっす。5個、ジュウちゃんです。5個5倍ラスト来い。のんちゃん、あーナイス倍、ナイスすぎる。スーかな、スー、ありがとうございます。2万4千話した。数入ります。セレブ多いですね。あ、嬉しい。あ、ゴリちゃんね、あれです。総合1位と2位と3位がメンツがすごい。なんで、何がすごいの。メンツ、誰これ、マユって誰これ、知らない。知ってる、サインわかんない。誰や、誰なんす。プラプラ、辛味酒じゃないよね。
こんな強い眉いたっけ。絡み酒これ、ラジオや。プラプラの眉、誰。サンシャインじゃなくて、眉って強いな名前。初めてこれ、ラジオ、ラジオのプラプラ闇深いで、誰な。2023年スタート。普段動画、知らんわ。インスタグラムやってる。年齢、職業、住んでる細かい地域、異性関係とプライバシーな質問を控えください。即風呂、ピンク米、即風呂。知らんわ。眉、矢田亜希子似てるか。何もなんかコメントできないね。おはようぐらい来たよーと。絶対負けないで、ゴコラスコア10チャンピオンス。負けたくない。1年もなしでプラプラ、すごいね。話すことないね。タイトルはそういうなんか嘘の情報をなんかツイートされた。ゴコラスコア絶対負けたくない、絶対負けない。ジュウちゃんです、おはよう。ミルちゃん、おはよう。今日もすぐ帰ったよ、すぐ。めちゃくちゃ緊張したって。緊張するんだね、僕なんかで。緊張するの。いや、あのモニター見てる。モニター大きいよ、収まりきんないぐらい。これ湾曲してる、これ17万すんだ、これ。このモニター、ここで全部監視してるね。いろんなサイト、ツイキャスとかニコ生とか全部見てる、何が起きてるか。リアルタイムでふわっちとかね見てる、全部監視しながら配信してる。ニュースないかなとか、なんかね、ヤフーとかこうニュースとか見て。そう、10個ラスコイ。せいちゃん、じゅうちゃんです。そうそう、トレーダーと一緒、やってないです絶対。湾曲してるメリット、なんだろうな。こうなってるから、まあ平面よりはこうなんつう見やすい。こうなってるから、見やすいよね。こう、疲れない、目が。目を動かすのにこう楽、ちょっと平面より。あ、顔の向き合ってる、確かに。10個の10倍ラスコイ、ジューチャリアス。ファンタスティック。来た、これ何でもないです。おはよう。いや、25度にしてるよ。17万だよこれ、めっちゃ高くない？17万、液晶だけで、モニターだけで。パソコンが35万。そうそうそう、すっきりしてない、パンパンだって、パンパン。昨日デリヘル探してたもん、もう抜きたくしょうがない、マジパンパン。
あ、やす。いや、だいぶしてないんじゃない。みっちゃんとして以来じゃない、最後。みっちゃんとほら、風邪ひいてさ、喉腫れて看病してもらったやん。あれ抜いてもらったやん、最後。3回したやん。あと50個だけ買ったけどいい？あ、お願いします。50個、いいですか？みっちゃん下ろしたか分かんない。5個らしく。あ、うるちゃん、うるちゃん50個買ってくれた。5個、突き放したいもんね。倍出してほしいな、うるちゃんです。5個、5個倍出して、うるちゃん倍出してほしい。5個、あー来た、10倍。ナイス、うるちゃん、ナイス、ナイス。これでもう50個分だからね。だいぶでかいで、これ。5個の10倍、もう元取ったで。これ5個、うるちゃんです。あとはおまけで5倍10倍、ラスト。オッケー、うるちゃん、ナイス。ちょっとポイント離れたでしょ、これで。ちょっとはマシじゃない？ちょっとは話してくれた？ 69万、 OK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 、 いい感じ、いい感じ、 OK、 いい感じよ。アッシュ配信やめた、一般人になった。もう名前出さないであげて、配信はやめたもん。一般の方だからもう名前出さないであげて、うん、リスナーになったから。5個ラスコイ、じゅーちゃん5個、きたー。ロングじゃない、これ。ロングでしょ、じゅーちゃん。ロング、マジマジマジ、ロング。これしなかった、やめた。多分女できたんじゃない、リア充になったんじゃない。うん、あしもう配信やめたよ、向いてないんじゃない。それか、女できたからね、うん、あ、843だ、勘違いしてた。からさっきも何回も説明したんだけど、中絶して、中絶することに病んで、飛び降り自殺かなんかして半身不随。あの、医者の医療ミスとかじゃないんよ、うん、それももう事実無効なんだけどね。勘違いしてる人ら、これで勝手にストーリー作っちゃった。中絶させて半身不随、違うのよ。医者のせいとかじゃないのよ、うん、みっちゃんのツイート耳わかんないんだよ、うん、あ、また買ってね、50個ありやす。どこらすか、誰誰誰、あ、ふーちゃんありやす。そんなことないんだよ、一切、うん、そうそう、あ、勘違いする。難しくない、タイトル。やめる、これやめる。みっちゃんもツイートしてるからさ、この件についてさ、なんかそういう人がいるんだって。嫌になっちゃうよ、ツイートしてんのよ。なんか子供を下ろさせては、下ろさせてはお金で揉み消したって本当？手出しては密に言ったり、暴露したら配信で晒す、
ネタにするからなって脅してたって本当？何？何人おんの？だから暴露ないの？配信者って利用、配信者って立場利用してむちゃくちゃやん。本当の時は焦って自分からネタにすると思うからどうだろうな。こんなツイートしてんのよ。参っちゃうよね。縦読みなのこれ。頭悪いんじゃない、中卒。こんなツイートされてるからさ、マジでないじゃん。意味不明でしょ、内容が分かんない。うん、3回お世話になった、3回エッチした。ツイートしない方がいい。あのバカを露呈するだけなんだよね、バカだからさ。頭悪いんじゃん、普通に。中卒じゃん、一丁前に金持ってるじゃん、中卒のくせに。真面目に勉強してきた女の子たちがね、必死にこう朝6時に起きてさ、会社勤めしてる中さ、そんな楽して金儲けしてさ、中卒のくせにさ、頭きちゃうよね。真面目に働いてる子からしたらね、せっかく資格まで取ってさ、ね、社会に貢献してさ、毎日上司に怒られながらさね、必死こいて頑張って働いてる人がさ、バカ見ちゃうよね、中卒のくせにさ。こんな水商売しか仕方したことない女にさ、稼いだもん勝ちだって。うん、頭きちゃうよね。うん、何がハリー・ウィンストンだよお前。おい、何がハリー・ウィンストンだよ。バカかってんね。一回でもお前仕事ついたことあんのかお前。おい、商売しかしたことねえ分際でよ、この野郎。舐めてんじゃねえぞこの野郎お前。水商売とパパ活しかしたことねえだろ。何言ってんだお前。ねえ、だけ昼食な、一回ぐらいしてほしいよな、こういうやつにな。お互い様だろ。美人はマジで得ですね、マジで得。うん、美人は得やで、ほんまに。言い過ぎダメよ。コンビニのバイトな、大変だと思うで、コンビニのバイトは。うん、すごいよな、まだ続いてるんだからな。まあ、切るか。切ったら寒いんだよ。つけたら暑いんだよね。なんか、25度で暑いんでしょ。あ、苦労してる女がいいね。そうだね。うん、25度で暑かった。50個買ったけど何個投げしたらいい。5個か10個でお願いします。5個か10個で。マジっす、誰だろう。50個買ってくれたの。マジっす、50個買ってくれたって。5個が10個で。マジっす、買ってくれたんす。きた、5個。じゅーちゃん、倍出して5個出す。じゅーちゃんです。5個、倍出て、倍出て、倍、あ、出た、5倍。ナイス、10倍出てほしい。10倍、じゅーちゃんです。倍出てほしい。10倍出て、10倍出て、
10倍出たんですね。10倍きた、これナイス。50個、50個ないです。グレート分、グレート分、これでかいです、でかいです、だいぶでかい。5個、じゅうちゃん5個、じゅうちゃん5個、ラスコイ5個、じゅうちゃん前出て、終わりかな、終わりかな、50個だから終わりかな。ありやす、ナイス、じゅうちゃんです。無料もお願いしますね、皆さん。無料アイテムも無料、ありやす。グルメください、グルメ。あとお通常リズデーかな、お通常リズデーが来るか、もうちょっとしたら。ああ、いいよ、大丈夫だよ、じゅうちゃん、ありがとうね。お通常で来るよね、11時、お通常で来る、まだ来ないか、これ来ないな、1時間しか経ってないわ。お通常で来ないかな、ありやす無料、まだか、来ないか、スキーやってんの、マジかよ。お通常で来ないかな、うわ、スキーやってるわ、スキー場にいるやん、これ長いな。もう奈々ちゃん一回来てくんねえかな、お通常で11時で。お通常無料アイテム延長か、どこ行ってんのこれ、何県まで行ってんのこれ、なんでスキーなんか行ってんのこれ、何県これ、長野、新潟、いつ行ったのこれ、新潟行ってんの、もう昨日から行ってた、もしかして昨日から前乗り、うん、ガーラ湯沢、分かんないよ、行っとくのよ、ガーラ前乗りなんだ。あ、スキー配信ね、のりちゃんもあれね、神戸来てるもんね、のりちゃん昨日見てたわ、のりちゃん。あ、新幹線の駅もあんだ、知らんわ、のりちゃんも神戸や、のりちゃん神戸行かないでほしいね、あんなとこ、神戸トシさんに切れてた、のりちゃん、のりちゃんなんで神戸行くの、行かんでええのに神戸なんか、うん、東も歩いてた、行かんでええのに、大阪来たらええのに、神戸ね、ミスそんなのしない、そんな度胸ない、子供もいるし、なんかみっちゃんってなんかあれだよね、なんか味方を作るつもりだけど頭がバカすぎて敵ばっかしかいないっていう、今ね、最初味方作ろうと思ってさ近づいていくんだけどバカだから腹黒すぎて敵しかいない、生きる人もね、最初味方してくれたのにディスられてるね、バカなんだよ、アホ丸出しなんだ。弱いと思うよ、普通に頭いいと思ってんだろうね、多分自分でもプライドだけ高くてさ、うん、ツナの時ね、うん、ゼラも気持ち悪いって言った、みーちゃんツイッターしてるよ、腹ぐらいよね、普通に腹ぐらい、
シングルだね。シングル。シングルマザー。シングルなのはやっぱね、理由があるんだよ。50個ありやすグレイト。お前がアラブ石油ビリゲストのソンマセット、お次さんにやっていけない50個クラス来い。ナイス、オッケー。来た、これ突き放したね、もっとね、もっと突き放せ。うるさいな、救急車とパトカーがいつもうるさいな。これなんで高層階なのこんな聞こえるのか、サイレンが。うん、うるさいわ本当に。あ、マウント取りたいよね、取りたがるよね。いつも言われるのが、みっちゃんをディスってたリスナーさんに言い返してほしいとか、そういうのを言われてましたね、配信外。もう悔しいと、あそこまで言われて、どうにかしてよこのアンチども、言われてました。僕はずっとプライド高いんだなって、めんどくせえなってずっと思ってました。どうしてくれんの私のこのプライドみたいな、それがめんどくさかった。アンチコメをね、見逃したとか、ずっと見逃してたねあなたって、せいちゃんずっと言われて、わかんないよそんな何個もコメントあんのに、最初の方ね。めんどくせえなと思って、南郷さんずっと言ってたのになんでブロックしないのって、5個ラスコイ、めんどくさかったね。あーラーさん、ありがとうございます。初めての方、クラル高いんだなって、もう大変だなと思って、配信出したのはね、俺が出しちゃったから、これも悪いんだけど、どんなにさいい女でも叩かれるじゃん絶対、配信って全部守るの大変やで、一個見逃したからってさ、もうストレスで剥げそうになってよ。出さなきゃよかったね配信にね。出たがりってわけじゃないんだろうけど、俺がもう出て出てって言ってたから、だからハゲてんのかな。ハゲてないよ俺、大丈夫、ハゲてないっすよ大丈夫。ハゲるで、出したらダメなんかね女って。ゴコラすごい、あーみほちゃんです。また消えたよ、とわちゃんいなくなった、ダメ出したら。ない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 、もう大揉めよ今、大揉め、うん、ないよ。で子供のとこ聞きたくなかったんだけどさ、聞いたんよ。そしたらもうあんたに関係ないでしょって、養育費も慰謝料もいらんから、もう関わりたくないって。最後ぐらいちゃんとしてほしくない、そこはちゃんと、じゃあ下ろしに行くねって、最後ぐらいちゃんとしてほしいよね。いや写真見たよ、エコー見たよ、大揉めよ。いや LINE で、いや下ろせるでしょ、まだまだ下ろせる、いやメルカリで買わないでしょ、生きる人また戻るでしょ、ないね、ご視聴見てない、エコー取ったってことはさ、母子手帳もらえるの？あれ母子手帳って病院からもらえるの？区役所？どっち？
病院から区役所に行かなきゃダメ。役所か。あ、心音がまだだっつってたわ。心臓の音がまだする。うん。だからまだ下ろせる下ろせるでしょ。心音が確認できてない。まだちっちゃいんだ。エコーの日付見てない。なんか出されて、ああそうなんだぐらい 見た。あのこの前ほら風邪ひいてたやん。ああエコーね、はいはいみたいな感じ、そうなんだよ。あの妊娠したらパパ切れちゃうじゃん。パパいるやん。お腹大きくなってきたらさ、なんでお前妊娠してんだってなるやん。お金出してるパパが。だからメリットないよね、産むメリット。お金なくなっちゃうもんね、こう切れちゃうもんね、金の金がね。うん、普通だって産まないよね。うん、いやしてるはしてるでしょ。できないよね、妊婦さんになっちゃうとね。お腹全然目立たない。でも下っ腹は出てたね、結構。住所まだ移動してない。LINE で見てない。生で見た。この前、神戸行った時。予定日言ってないね。3回した。下っ腹出てたよ。食いすぎたんじゃない。これ赤ちゃんのせいなのって聞いたら、いや違うっつって、うんこが溜まってんのかな、多分便秘なんじゃない。そんな大きくないからって赤ちゃんって笑ってた。食いすぎかふん詰まりか。うん、痩せてる子ってさ、うんこ溜まるとお腹出るでしょ。痩せてる子って下っ腹でさ、ふん詰まりじゃない。何を3回したか、エッチを3回した。2泊3日で。それからやってないって俺、誰とも。いや、お金は持ってるよ。水商売の時溜め込んだんじゃない、うん、それで水揚げされたんだから、そのパパに。でも水商売やるなって言われてね。やらんでいいやろって、俺が金あげてんだろ。俺暇の時飯付き合えよ、コーヒー付き合えよ。一回一回金もらってんの。そういう女の子がいっぱいいんだよ。うん、すごいんだよ。すごいお金持ちよ、そのパパ。やばいね。まだ金稼いでるで。もう引退してるけど、現役引退してるけどまだ稼いでるよ。株とかやってすごいよ。いるんだよ、だからそんな、そういうやつ。うん、金の稼ぎ方うまいやついるよ。うん、やっぱ金が金を呼ぶんだろうね。金持ってるやつにしか集まんねえんだよ、金って。うん、すごいよな。そうやって甘い蜜を吸ってる女もいるってこと。うん、死んだら終わりよ、終わり。だそういう人とやっぱ結婚した方がいいんじゃない。じいさんと、あの加藤茶みたいにさ、死ぬの分かっててさ、もう席だけ入れちゃってさ、財産もらう、うん、でも奥さんいるからね、そのパパね。財産は来ないと思う、うん、だから女って得ないよ。可愛い子は楽に人生を進められるのよ。イージーモードなんよ、わかる。苦労なんかしなくていい。
金出してくれる人が近寄ってくるから、綺麗だったら。だからツナとか見てみ、悲惨だろ、同じ女なのに苦労してんだろ。もう家もなければアカウントもない今。とりあえずその日に飲める酒だよ、どうやって稼ぐか、とりあえず飲みてえな。うん、つらいで同じ女で、うん、人生がこうも違うか。ハードモードね、ハードモード。3つはバイオハザードで言ったら、いきなりスタートの時点でロケットランチャー所持してる。ツナはこうナイフだけ、ハードモード無理じゃね。ナイフでゾンビ切るしかない、進めていくしかない。うん、ミツはいきなりロケットランチャースタートよ。もうロケットランチャーぶっ放してればいいんだよ。バン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 ぶっ放してればいい。イージーモード、ツナはハードモード、うん、ナイフしかない。前からも来るゾンビが後ろからも来る。 前に来たゾンビをナイフで刺してたら後ろからゾンビ食われちゃう。ツナ大変、後ろも刺さないといけない。ゾンビ来たら横からも、うん、久しぶりカバー分かれてるやん。トワちゃん知らないの？トワちゃん来た、分かれたよ。嘘でしょ、今知ったの？分かれた、事件事件で、妊娠したまんまみっちゃんがもう関わりたくないってで、下ろすのって聞いたら、もうお金も認知も、うん、そのめんどくさいことしないからほっといてって言われた。知ってると思った。俺もどうしたらいい、どうもできない。お手上げ。妊娠、嘘だろ。妊娠したんよ。トワちゃん妊娠してで、下ろしてほしいんだけど、俺的にはは？って言われた。お前に関係ねえだろ、金も何もいらんからほっといてって言われた。うん、で紙袋に400万詰めさせろってリリーさんに相談してた。あとイキリストにも相談してた、俺の知らないところで。11月からで、俺はもうミツを信用できなくなった。いろんな人に相談してるから。エコー写真見たよ、うん、下ろすなら下ろすって言うよね。産むんかなってなるよね、うん、で栄吉にも確認したよ。栄吉は連絡来てないって、DM 来てないって、うん、全給料入れて、なんか密に渡すように言ってほしいうん、栄吉に昨日ね、LINE した。なんか DM 来たって、トワちゃんから言われたって言ってたよ。半分みっちゃんにあげてた、本当だ言ってた。昨日ミツがトワさんとのやりとりあるとか言ってたね、リスナーさんが。認知はしないんですよ、僕は。養育費も何もいらんって、うん、本当なん、全然ふわっち。ああね、本当本当本当、トワちゃんミリないです、うん、信用できない俺は。うん、ないっす。いろいろあった、マジで。うん、そう、きっかけはハリー・ウィンソンだね。200万円の指輪をこじられて、遠回しに。で、買わなかったんですけど、なんで、ケチられると思わなかったっていうのを言われて。うん。とあちゃん。
人もあっさり下ろしたね、下ろした二人目下ろさないのはなんか理由があるのかな、すんなり下ろさない、何なんだろう、俺を潰したいと思ってんじゃない、なんか変なツイートもしてるし、嘘の拡散をしようとしてる、こうやってこのタイトル、僕が女の子のリスナーさんにね中絶させてお金を払って口止めさせて、なんかお前配信者に言ったらお前ネタにするぞって脅してるらしい、俺が、うん、一切そんなことしてないんだけど、そのリスナーさんから言われたんじゃない、うん、それを信じちゃった、それをツイートされた、うん、私も旦那の元嫁に養育費2年分要求されてお金なくなった、いつ今それでフワッチ見てなかったの、嘘でしょ、うん、過去に今元嫁に旦那の元嫁に養育費2年分要求されてお金なくなっちゃった、今過去にってこと、それでフワッチ見てなかった事件で、なんぼなん2年間の養育費、2年分の養育費、2500万、ええー、それでふわち、マジで元嫁に、今の旦那の元嫁に養育費2500万、そんな払わなきゃいけないの、多すぎないかそれ、養育費請求されたとか不倫してたってこと、貯金なくなっちゃった嘘でしょ、取り返そうそれ、ばあちゃん取り返しに行こう、うん、払いすぎじゃない、あ、慰謝料も入ってるか、収入によっては一括、なんでとわちゃんが払うんだろうね、一生分ってこと、二十歳までの不倫なのかな、どうなんだろう、不倫なの、いや、ちゃんと別れたんじゃない、別れてからとわちゃんと今結婚したんじゃない、だけど養育費払ってなかったから一括じゃない、不倫じゃない、旦那がお金ないからドンつく、マジかよ、旦那さん何してんの、どうすんの俺イベントなのに、とわちゃん、どうすんの、旦那の代わりに払ったんだろうね、イベントどうすんの、とわちゃん俺2500万あったら余裕で勝てるやん、どうしてくれんとわちゃん、これ取り返しに行こうよ、うん、とわちゃんイキリストには相談してないんじゃない、相談してたの、とわちゃんしてないでしょ、高額だよね、2500万。だから忙しかったの。イキリストに相談してないよね、10個だった。相談してないよね、イキリストさんに。相談してないでしょ。10個だった。ああ、それでフワチ見てなかったんだ。何それ、あ、してないね、してないって、イキリストとは繋がってない、なんかそういう噂が流れたらしい、
で、ちゃんと 俺もなんつうの A 吉にね、LINE してみっちゃんから DM 来たんすって来てないです。うん、どこらすか、あ、みっちゃん好き、うん、ちゃんと裏取れました。とわちゃんにも連絡してない。うん、で A 吉にも連絡してない。うん、いや本当かどうか分かんない、それはね、俺に嘘ついてるかもしれない。うん、10個ラスク、あ、楽しい、とわちゃん、うん、ちょっと複雑だよ今、ちょっととわちゃん今複雑、とわちゃんもそんな状況でしょ。うん、5個10倍ラスク、いや、巻き込まれてはない、大丈夫大丈夫なんだけど、みっちゃんがなんかもう復讐したいんじゃない俺に。もう子供は下ろすか下ろさないかちゃんと言わねえし、うん、よくわからん、なんかもう年末ツイートもするしさ、何がしたいかわかんない、うん、こんなツイートもされたし、俺が女の子を中絶させて自殺未遂まで追い込んで、うん、復讐するかしよう、うん、よくわかんない。で半身不随にした、その女の子が半身不随になった、俺のせいで、うん、何もしてない。最低だ、なんか何もしてないんだよ俺マジで。あ、俺に復讐ってこと、やめてよ。よくわかんねえよもうマジで、めんどくせえよもう。でも後悔してるって言ったらやっぱ俺と付き合ったこと、あとは配信者に相談したこと、後悔してるって3つはね。うん、こんなやつだと思わなかった。配信者ってやっぱ結局自分が大事なんだな。結局立場がなんか弱い立場になるとこう結束してこう暴露とかするんだな。うん、ほんと腐ってるわみたいな感じで言ってた。ふわっちクソやな、うん、リリーさんもイキリストもほんまにゴミやなって言ってた。で俺も今日なんか言われた、俺実はもうミツの家にいるんじゃないかとか、昨日の女京都にいるんじゃないかとか、なんか憶測でなんかヘイト向けられた、イキリストに。うん、俺そんなんじゃないのになと思ってさ、あそこで絶対もうミツといるよとかさ、神戸にいるよ、それか女のとこいるよ、うん、散々だよマジで。なんかソースとかあればいいけど、うん、電話して起こされたよ、寝てたよ俺、5時にやっと寝れたんよ。全然寝れなくてさ、もうあの興奮しちゃってるから、もうちょっと押したらエッチできたかなとかさ、いろんなこと考えてたらさ、もうデリヘルとかも探しててさ、昨日ビンビンのパンパンでさ、やっと収まってさ、チンチンがさ、で5時にやっと寝れたの。そしたらイキリストが電話来てさ、どこにの政治とか自分の配信のネタになるかと思って俺に電話してんのよ。もうマジ迷惑なんだけど。ああ。で変な音がしたから絶対政治んちじゃないとか、なんか考察始まってさ、神戸にいるとかさ、もう訳わかんねえよ、すげえ迷惑だマジで。ああ、西畑てめえいい加減しろよこの野郎。意味わかんねえよ、みんな考察しやがる。